ーはサガン鳥栖の選手たちに様々な質問をして根掘り葉掘りトークをしてもらうコーナーです。今回はこちらのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。信じてない。サガン鳥栖の心臓川原壮選手、そして輝き放つ左足中原光選手です。さあ今回は川原選手が中原選手を指名されました。その理由を改めて教えてください。まあ、小学校から知ってるのと、多分自分が指名しないと今後出ないんで選びました。小学校からの中となるともう何年になります？小学校って言っても幼稚園ぐらい、幼稚園ぐらいかなって、20年以上、ちょっとぐらい、はい、すごい。そう、2人は共に熊本県山鹿市出身の幼なじみ。地元の少年サッカークラブで出会い、時を経てプロになり、ロアッソ熊本で再会。3度目はこのサガン鳥栖で再びチームメイトに。今やこう J1 のチームで同じチームメイトって不思議です。初対面の時って覚えてらっしゃいます？いや全然覚えてないです。覚えてないですね。え、キャプテンだったよね。違うわ、違うわ。あれ俺ちゃうわ。まあそんな感じです覚えてないもう今やもうスタミナの鬼みたいな川原選手ですけれども、当時からそうだったんですか？いや、昔フォワードやってて、フォワードやってて僕トップ下やっててって感じで、まあ、どっちかというと攻撃でこう引っ張っていく感じで、まあ1個下だったんですけど、まあ、僕たちの代が10人11人ぐらいしかいなくて、まあ、ずっと一緒にやってきて、まあ、フォワードで点取ってたんですけど、今はどんどんこう後ろにポジション下がっちゃって走り回ってるんでまあそうですね、プレースタイルも変わりつつ。実際頃からお二人ご存知だとやっぱりお二人にしかわからないエピソードもあるんじゃないかなと期待してしまうんですが。いやマジお父さんが怖いぐらいしか出てこないですお前それしか言わない。光のお父さんがその小学校の時の監督、やってたんで。2人は揃って中原選手のお父さんの教え子ということになります。実は以前中原選手もこんな発言を。親が地元のサッカークラブのコーチというか監督やってて。どんなお父さんですか？小学生とかの時はもうただ怖かったです怖いなと思って毎回思ってました。え、家ではどんな感じなの？もうさすがに何も言われねえ。例えばスタジアムに見に来られたら、もう川原選手は当然挨拶に行ってみたいな。はい、挨拶には行きますね。まあ、幼稚園ぐらいの頃からずっとご存知で、そして2020年にはまたプロの舞台で再会をされる形になりましたね。まあ、久々こう同じピッチに立っても、まあ、お互いまあ言うことは言うし、まあ大体特徴は分かってるんで、まあやりやすさっていうのはあるのかなと思います。学年的には一つ違いということですけど、なんかあんまりこう距離感的には先輩後輩みたいなところはなさそうですねないっすね。全く弟みたいな。いや弟って感じもないっすねいやこいつ舐めてますよこいつ他の先輩には全然いかないですけど、もう俺には全然、はい、逆にもそれがまあそういう昔からの仲っていうか、はい、かなと思います。 J リーガーですこの後は MC も思わずツッコミ、中原選手のキャラ全開、さらに新加入選手情報も。今回のエンジョイフットボールは社会人チームアートレティコ佐賀をご紹介。実はこのチーム今社会人チームで一番強いチームです。というのもアトレティコ佐賀は2016年に設立以降、佐賀県社会人リーグの3部から着々と実績を上げ、2022年に一部昇格、去年優勝、今ノリに乗っているチームなんです。でも一部リーグ優勝はまだゴールじゃありません。クラブの目標は JFL を目指して頑張ってます。目指すのは
県リーグ、地域リーグの先にあるアマチュアリーグの最高峰 JFL への昇格。まあ、去年一部リーグに来て1年目で一部を優勝するっていうことができて、まあ、入れ替え戦に行ったんですけど、やっぱり上の厳しさっていうのを思い知らされたっていう感じです。クラブが急成長してきた理由は、チームみんなやっぱり若いっていうところで走れたり技術量、まあ、他の社会人に負けないパフォーマンスを出せるとこがやっぱうちの特徴です。九州大会負けたとこから、まあ、しっかりもう1回の練習で質を高めてやっていこうというところから強度がどん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 上がってきてる感じです。目標とする JFL への飛躍に向けて、元アビスパ福岡の石津大輔さん、元サガン鳥栖ゴールキーパーの赤星拓さんら元プロサッカー選手によるサポートも受けています。赤星さんが、チームに入ってやってくださっているので、まあ、自分小学生の時から、まあ、サガン鳥栖見てて、まあ、憧れの選手の一人であったので、まあ、非常に嬉しいですし、で試合の運び方であったりとか、まあ、コーチングの点であったり、まあ、自分が足りない部分っていうのを質問したら的確に教えてくださって、まあ、すぐ実践できたので非常にいいアドバイスでした。今年で4年目になります。高校卒業してから入らせていただきました。まあ、社会人になってもサッカーしたいっていうところで、やっぱ上を目指してるっていうところで、個人的にも上を目指したいっていう気持ちがあったので、まあ、そういうところに魅力を感じて、はい、入らせていただきました。まあ、自分キーパーしてて一人一人の意識が高かったりとか、こだわり持ったシュートだったりとか、まあ、一つ一つのプレーに、まあ、みんなが意識してできているので、まあ、そういうところはレベルが高いなっていうのは感じてます。まあ、慣れるまでは結構きつい面もあったんですけど、今はもう社会人2年目として両立できてるんじゃないかなとは感じています。まあ、一番はチームの力になれるようにと、やっぱ自分の目標であるゴール、フォワードなんでゴールを意識して常に狙ってます。これからもっと上を目指せるチームになっていけたらいいかなと思います。このチームで JFL 行きます。絶対行きます。もっともっと上へ、歓喜の瞬間が来ることを願って。次回はアトレティコ佐賀の緊張感マックス、イングランド式シュート対決をお届けします。続いて新加入選手情報。先月リトアニア出身のビキンタ・スリブカ選手の加入が発表されました。ポジションについてはボランチかトップした、真ん中のポジションが好きだが、監督に頼まれたら何でもしたい。また子どもの頃からアニメなどを通して日本の文化に親しみを持っていたと語っていました。サポーターの皆さん、よかったらビキ選手メッセージお願いできますか。Io cercherò di dare tutto e lascerò tutto nel campo e aiuterò la squadra e andrà tutto bene.ピッチでの活躍楽しみにしています。ここからはゲンゲントーク後半戦。あの、前回の渡辺選手からもタレコミ情報がありましたけれども、なんとお二人が言い合っている姿がクラブハウスの中ではあると。言い合ってる、じゃれ合いの言い合いみたいな。多分陽平が嘘ついてますねあ、ちょっと盛られちゃいましたか。たまに、たまに、たまに。つい最近はどんなことで。それも覚えてないぐらいなんでどうでもいいことです多分。本当しょうもないことです。小学生みたいな言い合いをしているといういや、あいつに言われたくないですね前回出ていただいた時もお話の中で、こうはしゃぐタイプじゃなくて、できればこう静かにしてたいとおっしゃったので、何かこう言い合ってるイメージが全くなかったんで、私たちに見せていない姿っていうのが実はあったりするのかなと。いや、まあ人前で、うん、そうですね、人前に出るのは比較的避けたいというか、まあまあ、そうですね、避けたいです。Jリーガーですゆっくりしてたいです。こいつもそんな出るタイプじゃないですよ、こんな言ってるけどでも今後輩を引き連れてなんていう姿もありますよ。でも両兵ぐらいですよ両兵がひっついて回ってるだけですこのプレーの中で一番すごいなって思うのは、川原選手、中原選手のプレーご覧になってどんなところで思われますか。まあ、やっぱキックは
チームでも一番うまいんじゃないかなと思いますね。狙ったところに普通に蹴るのは多分割とみんなうまいんですけど、速いくて強い球を狙ったところに蹴るってなるとやっぱちょっとブレが出るんですけど、そのブレが結構多分少ないんで、まあ、シュート、まあ、点取ることもできるしみたいな感じなんで、ここからというところではサポーターの皆さんにはこうどんなプレーを見せていきたいですか？攻撃の選手なので、まあ、ゴールとかアシストっていう目に見える結果が一番かなと思ってます。シーズン初めには10ポイントに絡むとおっしゃってましたね。そうですね、だいぶ出遅れましたね。でもまだまだここからです。そうですね、まあまだ半分あるんで、まあ一つ一つこう積み重ねていきたいなと思ってます。次回は中原選手の噂の太もも&ふくらはぎを計測、結果はいかに。あれ続いてサガン鳥栖ホームゲーム情報。7月14日はガンバ大阪と、翌週はサンフレッチェ広島とナイトゲーム、そして天皇杯3回戦が来週10日水曜日に行われます。アウェイで J2 の横浜 FC と対戦、あと一つ勝てばベスト16。みんなでサガン鳥栖を応援しよう。It's time for Giant Killing. Giant Killing.